皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウイレ2020やっていきたいと思います。はい、ということで今回も9月30日来週の月曜日に登場するクラブセレクションの搭載選手とあとは能力のね先行公開の方をねやっていきたいと思います。ということで前回の動画でユベントスのね8選手を紹介しましたので、まあ気になる方ね、まだご覧になってない方はぜひそちらもご覧いただいて、今回はインテルの方の8名、紹介していきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、ということで早速やっていきましょう。まずハンダノビッチですね。ハンダノビッチについてはノーマルと比較してもいいんですけど、前回 FP にもねなっているのでそちらの前回の1回目のクラブセレクションのものと比較していきたいと思います。総合値の方は90から90ということでここは変わりませんで、フィールドプレイヤーの能力すべて変わってません。まあ、ジャンプが90という感じになります。ゴールキーパーの能力ですけど、ご覧のような感じで、コラプシングが3上がっての98、キャッチングが3下がっての94という感じで、ゴールキーパーセンスとクリアリングとリフレクティングは変わらずという感じになります。逆足が2でコアンが6という感じですね。まあキャッチングとコラプシング正直どちらがいいのかなっていう話なんですけど、まあ、キャッチングは、キャッチングの、まあ、キャッチする成功率っていう風にヘルプで書いてましたね。で、コラプシングの方が、まあ確か至近距離からのシュートをまあ止める可能性みたいな感じなので、まあ正直、至近距離は普通に考えれば決まる確率が高いんですよね。それよりはしっかりキャッチしてくれる方がいいんじゃないかなと思うので、前回の方が若干強いかなとは思います。で、レベマが前回は上から99、99、94、98、98だったんですけど、まあ、コラプシングは今回カンストしそうですね。で、キャッチングは、おそらくカンストはしないでしょう。で、あとは変わってなければ、まあ、上から、99で98ぐらいかな、と思って、あと94と。で、カンストしての98かな。なので、上から言うと、何回言うんだろう。99、98、94、99、98。というような感じになるんじゃないかなと思いますので、ちょっと前回の方が良かったんじゃないかなと思います。はい、続いて紹介するのがシュクリニアル。こちらもまあ前回の、インテルのクラブセレクションで登場しているのでそちらとの比較になります。総合値は90から90、ここ変わりませんね。はい、で上がったのがアグレッシブネスが3上がっての94、下がったのがディフェンスセンスが3下がっての95という感じになります。あとの項目は同じという感じですね。ヘディングだったりフィジカル、ボールダッシュ、ここら辺が90超えてきて、まあ、ディフェンスセンスとアグレッシブネスも90超えるという感じです。逆足の方は両方とも2でコマンが6という感じになります。はい、まあ、前回の方が正直良かったかな。まあ、センスとアグレッシブネスのまあ差というところなんですけど、まあ、センスの方が高い方がちょっと強いんじゃないかなと思うのがまあ個人的な意見ですね。まあ、足元とかもまあ上がってない、まあ、スピードも変わってないというところで、この違いしかないので、まあ、前回の方が若干強かったんじゃないかなという感じですね。はい、続いて紹介するのがルカク。こちらが総合値の方が85から88ということで、3変わってきますね。ここからはノーマルとの比較になります。はい、一番伸びているのがオフェンスセンスが4上がっての90ということでこれはいいですね。はい、あとのものは1上がってて、90超えているのがあとはフィジカルが95ということになります。こちらの選手は逆足の精度の方が3でコマンが6ということになります。はい、能力の方はまあ、オフェンスセンス、こちら4上がったのは嬉しいところですね。まあ、ただ、決定力90にいかない。まあ、レベマにすれば多分90ぐらいにはなると思いますが、その点はちょっと若干弱いかなとはいう印象は受けましたね。で、ノーマルの方がまあ29レベがまあ上限ということなので、そうですね。まあ、大体4から5ぐらい上がるんですけど、なので、決定力は90ぐらいになるということですね。で、ヘディングも、まあ、90は超えるとは思いますけど、まあ、91ぐらいなので、そんなに強くないという感じですかね。で、スピードの方もまあ90超えたり、キック力もまあ90は超えますね。で、瞬発が96ぐらいですかね。で、足元もまあそんなに高くはないので、あまりキープはできなさそうな選手ではあるかなと思います。で、アグレッシブネスも90超えそうですね。はい。こちらの選手はどうなるんでしょうか。続いて紹介するのがバレッラ。こちらは初 FP 化ですかね。ノーマルが81に対しての FP が87ということで、総合値は6上がってくると
で、能力の方一番伸びているのが、グランダーパスの方が、6上がっての88ということになります。あとのものは3上がっておりますね。こちらの選手は逆足が両方とも2の後腕が6という選手です。はい、まあ、中盤の選手ということで、まあ、足元が80超えてて、パスの数値も80超え、まあ、グランダーパスは88までいっていると。でスピードもまあ81あって、瞬発も84なので、まあまずまずという感じですかね。ね、ボディコンが高くて、あとスタミナも高い。まあ、ディフェンスセンスとか、ボールダッシュもね、まあ、上がってきているので、80超えているものもありますし、まあ、FP というか、まあ、レベマにすれば、こちら、センスの方も80超えるんじゃないかなと思います。ちなみにノーマルが41レベが上限なので、まあ、ちょっと絞られて38とかになったと考えると、まあ、6、7ぐらい上がると考えれば、そうですね。ディフェンスセンスも80は超えるかなという感じです。はい。ただこちらの選手、今のところ、90を超える項目がないというところはちょっとありますけども、総合値の方が6、まあ上がるということで、まあ87ということで、まあなかなか強い方ではありますし、まああとコマも高いですね。ライブアップデートがなくなってからとか、ない週も、なかなか使えるという選手ではないでしょうか。はい、続いてデフライですね。ノーマルが85に対して FP が87ということで、まあ2変わってくるという感じです。ヘディングの方が4上がっての91、あとはディフェンスセンス、ボールダッシュ、ここら辺が90超えてくる項目となります。逆足の方が両方とも3で、コマンが6ですね。はい、ディフェンスの選手、まあ、センダーバックの選手ということで、まあ、先ほど紹介したシュクリニアルとポジションがまあ被りますが、能力的には足元が、デフライが高いという感じですかね。あとの項目は基本的にはシュクリニアルが高いので、まあ、トータル言うとシュクリニアルの方が強いと言えると思います。デフライは、ノーマルは28レベなので、基本的にまあ少し絞られて FP だと24とか、5ぐらいになるんじゃないかなと思いますが、だいたい4とかね、3ぐらい上がるという計算ですね。はい。ヘディング、あとはディフェンスセンス、あとボールダッシュ、ここら辺が4ぐらい上がって94、95ぐらいになるんじゃないかなと思います。なのでジャンプ、フィジカル、ここら辺が90を超える項目で、スピードが80にね、乗るか乗らないかというところになってくると思います。まあ足はそこまで速くはないですね。まあそこまで遅くもないですが、速くもないという感じになります。まあ基本的には、シュクリニアルの方が強いかなと思います。続いて紹介するのがベシノですね。こちらは初 FP 化ですかね。総合値の方がノーマルが80で FP が85ということで5上がっています。基本的には3、能力は上がっている項目ばかりで、スタミナだけ6上がっての89となっています。はい、85を超える項目がね、4つあるんですが、90を超える項目はこの選手にはないという感じです。逆足の精度が3、コアンが5となっています。こちらの選手はノーマルで言うと、31レベなので、少し絞られて、まあ、27、8ぐらいになるんじゃないかなと思いますが、まあ、だいたい4とかね、5ぐらい、能力は上がるという感じになると思います。ヘディング、キック力、スタミナ、アグレッシブネス、ここら辺が90を超える項目という感じになりそうですね。あとはまあスピード、瞬発、ここら辺も80を超えてくるかな。瞬発は超えないかな、スピードは超えると思います。はい、ディフェンスの能力も80を超えてきそうですね。はい、で足元もそこそこあって85を超えてきそうな能力です。決定力71ということで、まあそこまで高くないですね。はい、でこちらの選手は身長が188かなということで、大型の、センターミッドフィルダーということになるので、まあその辺スピードが若干遅めの設定なので、まあその辺ね、ポグバとかにも影響出ている、少し、背の高い選手はちょっと重たく感じる、なんと言えばいいのか、あの現象がまあ発生しそうな能力とかなので、注意したいとこですはあります。はい、続いて紹介するのがガリアルディーニ。こちらの選手がノーマルが、78の銀玉で、FP だと85ということで7上がってきますね。基本的には能力は4上がっているものばかりで、その中でもグランダーパスの方が7上がっての86ということになっています。こちらも90を超える項目が今のところないという選手です。逆足の精度が3、コンアンが5ということで、先ほど紹介したベシノと同じですね。
はい、こちらの選手はノーマルは37レベルなので、まあ、少し絞られての34とか、33レベルぐらいになるんじゃないかなと思います。まあ、基本的に能力は5、6ぐらい上がるという計算なので、グランダーパス、フィジカル、スタミナ、ここら辺は90超えますし、スピードもね80を、超えてきそうですね。ディフェンスの能力も今80で、ボールダッシュが83ですけど、まあ、これぐらいから、まあ、5ぐらい足しての85、88ぐらいになるんじゃないかなと思います。で、足元もね、今のところ、80足してない項目もありますけど、ここら辺も80は超えてくるので、ご安心ください。こちらの選手も身長187ということで、こちらも大型のね、中盤の選手ということで、ベシの同様、扱いにね、注意したいとこではあります。で、決定力が67ということで、こちらは少しね、低めの設定なので、まあ、チャンスの場面が訪れた時に、しっかり確実に、シュートを決めたいとこではありますが、なかなか決まらないパターンもね、ありそうな予感はしますね。はい。ベシノとガリアルディーニ、まあ、似たような感じなので、正直、どちらか一人でいいと思います。続いて最後に紹介するのがアサモア。こちらがノーマルが81に対して FP が84ということで3変わってきます。基本的には能力は2上がっているものばかりで、その中でも5上がっているのがスピードの方が5上がっての84となっています。はい、逆足が2、コマンが6ですね。基本的に能力の方を見ていただいたら分かる通り、85を超える項目、まあ、総合値も含めてありませんね。はい、まあ、レベマにすれば超えると思いますが、ノーマルが30レベなので、まあ、少し絞られて27、26ぐらいかなという感じになると思うので、4、5ぐらい上がるという感じですかね。なので、まあ、スピード、まあ、90まで多分届きませんが、89、88とかになると思います。まあ、サイドバックということで足速いのはいいんですが、まあ、ディフェンスの能力そこまで高くないですね。その点が若干不安と。で、足元はまあそこそこあって、87とか、7までいかない、86ぐらいにはなるんじゃないかなと思います。はい、正直ちょっと微妙かなというところですね。まあ、FP になった時点でもう少し能力上げといて欲しかったなというところですかね。まあ、ベテランの選手なので、基本的には多分そう、能力の方が2しか上がってないんだと思うんですが、もうちょっと上げてもよかったんじゃないかなと思います。唯一の金選手ということになりますが、まあ、正直、FP の方で、週刊 FP でロバートソンが出てたりとか、前回の動画で紹介した、ユベントスのアレックス・サンドロ、まあ、こちらがまあポジションを被るんですけど、正直そちらの2人の方が強いですね。はい、という感じになります。はい、ということで今回はインテルのクラブセレクションの搭載選手と、あとは能力のね、先行公開の方をやっていきました。いかがだったでしょうか。まあ、当たりの選手を一応ね、毎回言っているので紹介しますと、まあ、ハンダノビッチ・シュクリニアル、まあ、こちらはまあ前回のに比べると少し、まあ、本当にごく少し、ごくわずかちょっと弱いかなぐらいなので、まあ、強いのには変わりはないんですけど、まあ、前回の持ってる方とかはまあ引く必要はないかなという感じですかね。あと、まあ、ルカク、能力強くて結構名前挙げられる方多いと思うんですけど、欲しいと言われる方多いと思うんですけど、能力的には、今週の週刊ネタ、ムリチとか、あとジョレンテの方が強いです。能力だけの話で言えば。まあ、ただネームバリュー、ルカクという名前、そちらにまあ魅力を感じる方は、まあ、ルカク引くべきですね。はい、あとの選手は、まあ、バレッラとか、まあ、総合値かなり伸びてて、あとベッシノとかね、ガリアルディーニでしたっけ、こちらもまあ総合値の方は上がってますが、能力的にはそこまでなんかものすごい強いというわけではないですね。まあ、中盤の選手のベッシノ、ガリアルディーニをまあ引くと考えると、ユベントスのマチュイディの方が、明らかに強いかなと思います。デフライとかねもういますが、まあ、こちらはシュクリニアルの方が強いかなという感じです。はい、ということで、紹介してきました。いかがだったでしょうか。こちらのチャンネルではこのような FP 関連の動画、まあ、FP の予想とか比較とかをね、中心に、動画を毎日更新しております。まあ、予想とかもやっておりますので、また月曜日、火曜日かな、の方で、動画を上げようと思いますので、気になる方はぜひそちらもご覧ください。他にも最新情報とか、あとメンテ後配信とかやっていますので、最新情報がいち早く手に入ります。ぜひまだチャンネル登録されていない方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。合わせて高評価をしていただきますと、動画作りのモチベーションにもなるので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。